こんにちは、岡本敏樹です。今日はですね、どんな社員が欲しいねんみたいな話をよく聞かれるんで、それにちょっと答えてみようかなと思ってます。もともと僕はそのカプコンにおったんですけど、カプコンでこういう社員を取ってましたみたいな、何十年も前の話ですよ。僕が退職して16年経ちますんで、あの頃と今は全然違うということになってると思いますけど、僕がこう考えてんねん、それ今も変わってなくて、そういう子を取っていかなあかんねんという。一つはですね、自分の部下として最高のやつだってやつを取るんじゃなくて、将来きっとこいつは俺を抜くなってやつを取ってほしいんですよ。だいたい課長ぐらいの子らに面接させると、自分の部下として右腕として活躍しそうだ、実に優秀な子です、そんなん求めてないねん、俺のポジションを脅かす子が欲しい、こぶりこぶりになっていってほしいわけじゃないんですよ。別に右腕が欲しいわけじゃないです。俺の親分が欲しいんです。どんどん会社になっていくと、自分を脅かすやつは取らないんですよね。それをそういうふうに説明してもうまくいかないので、どう説明したかというとですね、ほとんどのことは何もできへんでもええから、一芸に秀でてる子を取ってください。一芸に秀でてる、つまりポケモン GO を遊んでる人ですね。一芸、あ、違いましたねちょっと字が違いました。サンプル例で言うとですね、アキマン、まあ、安田明ですね。最高の事例かなと思ってるんですけど、彼は絵を描くってことに関して僕は今まで会った子の中で一番すごいと思ってます。ゲームのプランニングが変わるぐらい、ネタが変わるぐらい絵の話ができるから、もちろん描けるんですよ、描けるんですけど、彼は話も上手じゃないんですよ。だけど話ができるんですよ。こうこうこうだからこのキャラがいい、え、こんなん受けるかみたいなこと言って、いや、これからこれを受けるんですよ、こうこうこうだから、こうこうこうだから、絵のことにおいてアキマンの話を無視することはなかった。それぐらい信頼してました。じゃあ絵以外のとこはどうだっていうとですね、風貌はね、ぼーっとしてる感じなんですよ。北海道から出てきた色白のお兄ちゃんで、その当時は細くてぼーっとしてるんですよ。絵を描くとか絵を考えること以外に時間を一切使ってないんですよね。僕もアキマンが入社するまで絵を描いてたんですけど、やめたんですよね。アキマンの前で絵を描く必要がないと思ったから。何ヶ月かな、一緒に絵を描いたのは。ほんと数ヶ月すぐ明け渡して、じゃあお前に任すぞみたいなことになったんですけど、絵のこと以外は何もできなくてもいいっていうのが、まあ僕の考え方ですね。一般的に会社だと経理の処理の書類ぐらいは出してねとか言うんですよ。でもそんなことも望まない、これができるんだと望まない。アキマンの話になりますけど、ある時 3D の絵を描くパソコンが欲しかったんですね。 2D ばっかり描いてた、ドット絵しかやってなかった時代にそういうのがあって欲しかったんですよ。1600万だか1800万だかって言ったと思うんですよ。それが欲しいって僕のところに来たんですよ。分かった、じゃあ稟議書を書くよって。で、彼は稟議書書かないで、こっちで稟議書書きますと。1週間ほど待ってくれたらって言ったら、いや、そんな待てないですって言うんですよ。今日言いに来て1週間待てないって言うんですよ。分かった分かった、じゃあ書いてすぐ俺が手で持って回るから地球でやってもらうわって。いや、そんな待てないです、これより早くはならんって言ったら、いいです、別に1600万ぐらいなんで自腹で買いますって言うんですよ。1日待つとか2日待つとかっていうことよりも、1600万円を捨ててでも1日も早く 3D の絵のツールを手にして絵を描きたいっていう衝動の上なんですね。それが社会人としてどれくらい能力が欠落してるかというとですね、計り知れんほど足りてないと思うんですよ。ですけど、分かった分かった分かった、じゃあ領収書だけカプコンでもらってきて、したら稟議は後出ししてでも何とかするか、それをもろてきて、うーんって言うんですよ。ある時は500万ボーナスが出ました。ケツのポケットに500万突っ込んでレーザーディスク買いに行ったんですよね。全部くださいみたいな、それを全部絵の勉強に使うんですよ。それぐらい突拍子もない、面白いエピソードだけで言うとですよ。もちろんそのもっと人間味のあるいいやつなんで、すごい尊敬してるんでいい話がいっぱいあるんですけど、一芸に秀でてるって話をするときに欠落してる部分がこれぐらいありますって例として言うと、秋間はそれぐらい欠落してる部分があって、王将の餃子を食いに連れてたんですけど、王将の餃子は大きいじゃないですか、あれ2個ずつ食べるわけですよ、カッカッて食べるんですね。なんで秋間2個ずつ食べるねんって聞いたら、え、3個入らないですよね、そんなこと聞いてない、そんな一言も聞いてないんだけどみたいな子なんですよ。でも僕彼のことを本当に信頼してて、彼の絵ならいつまでも待つと思ってました。
彼はもう1ミリも手を抜かずずっと絵のことを考えて仕事してくれてる子なんで、何もかも任せてました。彼がいたから今のカプコンがあると僕は思ってるし、それぐらい一芸に秀でてる人っていうのは貴重な存在なんですよと思ってます。他にもいっぱいいるんですよ。それしかできへん子いっぱいおって、例えばその絵でももっと細かく分けてもいいんですよ。芝生しか描けないですでもいいんです。別にモーションしかできません、全然大丈夫。動物のモーションしかできない、全然大丈夫みたいな、何でもいいんですよ。大手の会社だったらこれしかできませんで全然大丈夫。でもこれしかできへん、これはお前世界一やろうなって聞きたい。少なくとも業界一やろうな、今世界で2位になったら世界一に目指してくれるんやなっていうのを聞きたい。であれば全然一芸に秀でてるだけでいい、逆に一芸に秀でてる子がいいとその頃からずっと思ってて、今もそういう気持ちでいます。ちなみに僕はですね、一芸何もなくってあらゆる方向に万能型にできてしまうんですけど、それが誰かに負けてないかったら全部負けてて、もっと大きなできるレーダーチャートみたいに大勢いてて、自分は業界に入った時代が僕みたいなやつが重宝される時代に入ったんで、たまたまその時代にはフィットしてて、今は分業化されてるんで一芸に秀でてる人がずっと重宝されますって、そういう時代ですよっていうのが伝えたくてこの話をしてみました。全部できるに越したことはないと、日本の教育のシステムではそうなってますけど、全然大丈夫です。好きなやつを伸ばしてください。自分の苦手なところは他の人がやってくれます。だってそこが得意な人がいるわけだから、全部みんなのいいところだけ集めてゲーム一本にするんで、会社一個作るんで、得意なところだけ皆さんがやってくれたらと思ってますっていうお話がしたかったんです。皆さん自信を持って一点突破してきてくれたら嬉しいですということです。じゃあ今日はここまでです。バイバイ。ちっちゃいこちら、これ五輪儀130円、実写か。おいしいって言ったでしょ。マシソよ、マシソよ、マシソよ。こんな感じになります。現場からは以上になります。